どこまでやったかな、まあ、ちょっと一応生命の木のを図を変え、あもう始めますね、はいお願いします <laughs> いいですか。で、この,、えー、このかん地球が、地球の一番近くに月があって、その近くに彗星があってっていう、この並びっていうのは、キリスト教文化圏の人が考えたわけじゃなく例えば古代ギリシャの頃からもすでに存在するし、もっと遡るなら、ほら、文明の、最も古い四大文明の一つの。 あのカルデア人メ,あのメソポタミア文明の頃のカルデア人がすでにこの順番で宇宙を説明しています非常に古い紀元前からですイエス・キリストよの前からの時代それがずっと中世の頃にもこれは突きつけられているわけですこれが当時の人々の公認の公のわかります一般的な宇宙観だったんですよ地球の外側に月があって,てこれをイメージするには こういうい感じです。地球が中心にあってその周りに月の層水星の層金星の層こうやって層を成しているイメージで考えたんですこういう感じでこれが当時の人々のいごくいっぱいの知識人たちの宇宙のイメージですあの一般大衆というよりも知識のある人たち学者たちの宇宙のイメージです でこうういっって一番外側には土星がありますよ構この意識が生まれてきまますこの意識が生まれてくるのと同時に同時にエロスが駆動し始めますそしてこのエロスが駆動し始めるからこそ皆さんもご存知のように否定的な面で言うとエロスが駆動するからこそ苦しみがやってきますエロスが満たされないからこそ欲しいものが手に入らないからこそ苦しみになるわけでしょうブッダが言ってる話ですよ 煩悩こそが苦しみの原因だってだからその苦しみの原因をなくすために「煩悩を打ち消す」っていうふうに勘違いする人たちがいます。そしたら日本人であるこのコンディション日本人でありさまざまなこういうコンディションがあるじゃないですかこれらが制限でしかないしすごく息苦しいもののように感じてしまうじゃないですかもうでもこれって自分がこの理想を作ってしまったからなんですよ。でこう思うわけですよ。でさっきのエロスと似てますちょっと。 でなんかだったらよかったのにだからこのアメリカ人だったらどんなに幸せだったことかってなるわけですよ。で当然のことながら極端に言うとこっちは不幸せってなるわけですよ。当然ここからさまざまな感情が生まれてくるの分かりますネガティブな感情も含めて。例えば妬みとか 羨まましいいぐららななけど妬みににでなってくくから、ね、これが極度にいくとだからこの下に向かっていくと何ですかほら感情の例えばここのこの世界の中の美の基準がローラだったとしましょう僕ローラすごい好きだから <laughs> <laughs> ローラだったとしましょう、うん、そしたらローラが美の基準だってたまたまその社会ではなってるわけですよこの世界では。 でも考えてみたらこれ時代や環境が違ったらローラが美の基準じゃない可能性だって実はありうりますよね。わかりますそもそも猫からら見見たらローラななんんて美しく見えないんですよこの子とローラの美しさの違いなんて猫にはないからこの世界を生きている人たちだけがローラが美しいと思ってるわけじゃないですかでこっちの方がこの美の基準にちょっと近いんですよ。ローラには足元にも及ばない。 当たり前です僕にとってローラは女神ですから <laughs>、はあ、その足元にも及ばないでもそこそこローラ風にちょっと近い、ね、こっちはローラを基準にした時には全く逆なんかこの人ほらスラッとしてるじゃないですかこっちは全然スラッとしてないでも時代が変わればこっちだってあり得るわけですねこの時皆さんタロットの僕の運命の車輪の講座を聞いてる方はあこ,ここです運命の車輪ここに関連するんですよ ああそこで何か言ってた話に重なってくるってここでもね授業さらっと授業でやってる「運命の車輪」の意味と実は背後にある「生命の域」の話がつながってくる。ということで次回はそうやってだいぶ日常の話に降りてきますよ。で降りてきたででしょだいぶね、うん <laughs> うん、そうです、はい、ということで今日はこんなとこでありがとうございました。